こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。ルナの初めての魔法授業。なんですって？魔法学校に通いたいの？うん、ルナと一緒に魔法を学びたいんだ。一緒に通わせてくださいね。マジック車は誰でもできるわけじゃないわ。タヨならできるわ。悪い魔法使いの魔法も弾き飛ばしたのよ。え？太陽のストーンが太陽に魔法の力を持たせたんだわ。魔法学校で一番一生懸命勉強する真面目なボスになるから。私も問題を起こさないようにするから約束する。もしかするとその方が安全かもしれない。ええ、わかったわ。本当？その代わり絶対に学校の外に出ないと約束して。今回は運よく悪い魔法使いから逃げてきたかもしれないけれど、次は危険よ。約束を破れば二人とも永遠に魔法の授業を受けられないと思いなさい。はい。ルナ、なんで来ないんだ？マジック車が見つからなかったんじゃない？誰がルナとペアになるんだよ。いつも事故ってばっかりだし。心配いらないわよ。かっこいいマジック車を見つけたの。ふん、行こうだよ。うん。なんだ、バスじゃないか。バスがマジック車になるって？見てなさい、メロディーよりもタヨの方がずっと上手なんだから。さあみんな、今日はマジック車を空中に浮かせる魔法を学びます。軽く風を起こしながらエウロス。ん？うん。みんなも一度やってみましょうか。エウロス、エウロス。おぉ、不思議。なんで？バスだから重すぎるんじゃない？太陽のストーンを狙う魔法使いは一体誰なんだろう。あの紋章、確かにどこかで見たことがある。ん？マジック捜査隊長グレイです。入って。どうしたの？
悪い魔法使いたちがタヨを探している。カリ一人で保護するのは無理だ。居場所を教えてくれれば俺たちが保護します。タヨは安全な場所にいるわ。それよりグレイは悪い魔法使いたちの正体を突き止めることに力を注いで。わかりました。あ、では、何を企んでるんだ。もしかしてタヨがここに。バスが魔法を学ぶわけないか。なんで浮かないんだろう。前はうまくいったのに。そうだね。あそこ見て。一体誰なんだろう。有名な魔法使いみたい。有名なんかじゃない。アスラー、アスラー、タヨ。再会できるなんて本当に会えて嬉しい。僕も。他のちびっこバスたちが捕まったって聞いたよ。カリ先生なら絶対に友達を助けてくれるから、そんなに心配しないで。うん、僕も立派なマジックバスになって絶対に助ける。ルーナ、タヨに優しくしてね。ちゃんとするから気にしないで。そういえばアスラとルナってなんか似てるね。ルナは僕の妹なんだ。本当？でもなんでルナは魔法がうまくないの。なんですって。タヨ。さあ、今回の授業では飛行実習をしてみます。ジエロ、飛行魔法であの雲の間を通るのよ。では誰が最初にしましょうか。私がプロディとやります。わかりました。プロディとメロディ、一度やってみましょう。よくできました。先生、私はもっと上手にできるんだから。じゃあルナやってみる。ルナとタヨだ。ルナ、準備できた？うん、エロス。よし。もっと高く。今回はうまくいきそう。いいわよ、上手にできてるわよ。ルナの実力が上がったわね。はい、カリ先生。実力が上がったって。ちょっと驚かせようかな。リビリビ。どうしたのかしら。大変。よし。バード、タヨについていくわよ。いい気味だ。ブロディ。
太陽、大丈夫か？どうなってるの？行ってよ。どういてよ。このままではいけない。ディソピュ。突然どこに消えたんだ？学校の外に絶対出ないと約束したじゃない。わざとじゃないの？そうだよ。突然カエルが現れたからびっくりして。約束を破ったのだから魔法の授業を受けさせるわけにはいかないわ。魔法の杖をこっちに。はい。待ってください。話があります。ブロディ、早く本当のことを言うんだ。実は僕が魔法でいたずらをして。何ですって？ブロディー、もうただじゃ置かないわよ。ブロディーのいたずらだなんて思ってもいなかった。ごめんなさい。さあ。ありがとうございます。忘れないで、学校の外に絶対に出てはダメよ。わかった？心配しないで。青いバスがどこにいるのかまだ把握していないのか？市内にそのバスが現れました。そうか。くまなく探して捕まえてこい。わかりました、デュオ様。